上昇傾向学園中学校、高等学校は、大阪府平方市近や本町にある私立の中学校、高等学校。昭和30年代に、カトリック教会系中高一貫、教育男子校として創立し、全国高校ラグビー制覇7回の名門、ロイヤルブルー軍団で有名だったが、少子化で生徒が集まらず、平成末期2013年度より、大阪工業大学など、 運営の学校法人、上小学園の参加となった。略称は、傾向学園、傾向。1957年、カトリックの聖クラレチアン宣教会を母体とする、学校法人、傾向学園により、傾向学園中学校が、1960年に、傾向学園高等学校が設置。2000年代半ばまで、ミッションスクールとして、教育活動を続けてきた。 しかし、少子化振興で生徒確保が困難となり、2007年11月27日、学校法人、傾向学園は、中学から大学までの一貫教育体制を実現して、教育機関としての魅力を高め、勝ち残りを目指すとして、学校法人、上小学園と連携協定を締結。上小学園のグループ校となり、公明も、 翌2008年度に解消した。その後、学校経営から聖クラレチアン選挙会が撤退し、宗教職もなくなり、2013年度より上小学園による設置校となった。高知のある平方市は、かつて未開発地が多かったため太平洋戦争に伴い、市中央部に大阪陸軍兵器市場金屋倉庫や陸軍造兵所大阪工商平方製造所、 東京大二陸軍造兵廠宇治火薬製造所、香織工場が建設された。この軍用地に、戦後1950年代の高度、経済成長時代に、中宮の団地と香織団地が、日本住宅公団により建てられ、市北部の排水不良水田も、住宅地、クズは、ローズタウンとして1968年に、分譲されるなど、全国有数の人口急増都市として、 大阪府4番目の人口を抱えるまでに膨らんでいった。一方で1950年代当時、平方市に高校は大阪市立高等学校1校しか立地しておらず、初代市長の寺島総一郎が高校増設を求め活動。これに応じた聖クラレチアン選挙会がアメリカ管区の信者からの寄付をもとに狭い土地ながらも高地を買収した。初代校長。 ホセガルデアノによると、大阪府庁の部長から学校設置を認めるが、最低12万ドル基金が必要と言われたため、送金された証明書をイタリア・ローマから取り寄せ、設置にこぎつけた。当時、私学への助成金は皆無のため、ガルデアの校長は、私学の偉大さは、建物ではなく、教育の中身にあるの信念で活動を続けたが、不足の工地を拡充するため、 アメリカやメキシコ、ドミニカなどの信者から再び寄付を集めたり、周辺地の所有者宅を訪問し続けて、土地を買収したりして、1万2千坪に、鉄筋コンクリート3階建てと2階建てのべ550坪の校舎が完成し開校した。しかし、初年度は受験生15人で合格者10人という、少なさ。当時、私立中学校は、平均1学級45人で、 最高55人という詰め込み状態と比べられ、新聞でも大きく報道されたほどだった。なお当初、中学校開校の翌1958年に小学校を開校6年後で第一期生が受験する年に合わせ大学を設置する構想も抱いていた。校訓の石碑2020年度の場合、高校の募集人員は320名。 1.5次募集も含め入学試験の合格者1288名、うち入学者は高校326名、中学校の募集人員は90名、入試の受験者182名、合格者120名、入学者は80人だった。初年度の費用は高校104万円で別途、教科書代、制服、聖火版、修学旅行費用など必要。 中学校104万円でベッド、副教材代、制服、聖火版、修学旅行費用など必要。名物は国内有数の規模を誇るクライミングウォール。2017年に完成、国内初の三種目対応のクライミングウォールとなっている。クラブ活動のワンダーフォーゲル部が使用する。授業開始の2分20秒前から20秒前まで、博士太郎作曲のエトピリカが流れ、 授業の準備を呼びかける。制服は、ベネトンのデザインを採用。男子は爪襟、女子はブレザーだったが、2016年度の入学生から、男子もブレザーに改定された。校舎は1961年に落成。その後、1974年に2号館、1977年に3号館、1985年に、体育館健康堂、6号館が竣工。 なお校舎は2010年7階建てに建て替え、2011年に竣工2017年クライミングウォール竣工クラブ活動ではラグビー部がロイヤルブルーとして知られる全国屈指の強豪校だった。全国高校ラグビー2009年の第88回大会は3年ぶり19回目の出場で優勝など太平洋戦争後で 初の4連覇を含む優勝7回、準優勝3回、春の高校ラグビーも連続7回出場、うち優勝3回、15人制で全国タイトル10回。伝統的に体格に優れたパワータイプの選手はおらず、ボールゲームの側面が色濃く出るチームだったが、学校の設置者が学校法人、上小学園に変わってから、かつてのライバル。 大阪工業大学高等学校のラグビー部を強化する方針となり、現在名門ロイヤルブルー単独でチームを組めなく、なるまでに弱体化している。少なくとも2008年から6年間、体育の単位が不足のまま授業を行い、約560人の生徒を履修漏れのまま卒業させていた。これとは別に2014年7月にも中学校から、 内部進学した生徒の履修漏れが発覚している。ありがとうございます。